皆様こんにちは。引き続きワールズ2017クォーターファイナルデイ2の模様をお送りしております。さあレバルさん、ミスフィッツが王手をかけました。あの王者 SKT 相手にです。想定外ですよね。2勝取るのは我々も想定外ですね。出ませんでしたね。しかも3戦目取ったというのは非常に大きいと思います。まあ鍵となったのはまあレオナ、そして戦いの律動レベル1、あのダメージですよね。律動でなければなんでって言ってたけど、オートアタックのダメージは律動じゃないと出ないですから。ただ皆さんソロ級ではやめた方がいいかもしれません。はい、あれ、はい、隣にトリスターナ、律動を持ったトリスターナがいて合わせてくれたからこそあの動きはできましたからね。私は怖くて巨人の勇気を選択します。普通そうですよね。これちょっと気になるのがですね、まあ、先ほどからイグナーのピック、そしてバランスを取るためにミッドレーンやジャングルがアーテンセンサーを持つ、まあ、こうそういった構成にしている中で鍵となっているのは実はこうハン様のトリスターナなのかなというような印象があります。レベル1から仕掛けていく動きに対してトリスターナはダブルで合わせられますし、バーストダメージを持っていると。そしてレイトゲームのスケールというところでもアーテンセンサーのバフを受けてかなり大きな存在感を出していますから、このハン様のトリスターナというピック、 SKT にちょっと制限かけていかないとちょっとまずいのかなという印象がありますね。ただもうすでにハン様にはザヤというチャンピオンに制限をかけていますよ、 SKT は。それでももう1チャンピオン制限をかける必要があると。かける必要性があると思います。序盤からのスノーボールというところに対してハン様の役割は非常に大きなものありますし、さあその重要なドラフト4ゲーム目、予想外でしょう皆様。王手をかけているのはミスフィッツゲーミング、ブルーサイド2勝しています。そして1勝しているのが SK テレコム T1 レッドサイド。さあ番はまずはジャンナ、カリスタ、そしてガリオ、ザヤ、この段階で番ちょっと早めました。ラストバンはミスフィッツはセジュアニーにしますかね。先ほどブルーサイドではジェイスでしたが、ジェイスですね。プリのジェイスはやはり警戒していると。そしてトリスターナをバンするんじゃないかとレボルさんの予想ですが、そうなるとブリッツクランクが開きますか。もしくはここで開けてトリスターナ取り上げるという選択もあると思います。ここでマックスロアはセジュアニにするのかどうするのかですね。セジュアニを取りました、やはり取りました。ここで SKT としてはトリスターナ取り上げた方がいいのではないかという感じがします。そうですね、そして取り上げました、この通りですね。さあジャーマン、トリスターナ、トリスターナ取り上げられた中でミスフィッツは選択があるかどうかです。ちょっとドラフトの開始が遅いような気がするので、これ選択肢ないような印象もありますね。なるほど、1番のキーチャンピオンをついにつついたということですが、シビア、はあ、ということはチョガスなんかも相性がいいですよ。そうですね、相性いいですね。チョガスここで取ってもいいですが、カルマ、これまたサポートで仕掛けますね。いや、サポートもありますし、ミッドもミッドカルマもありますし、サポートカルマというところもありますね。とレンガ見せてますね。そして SKT はどうやらブランク続行のようです。ピーナッツには変更していません。フェイカー専用機、そう言われた時期がありました。そのライズロックです、やっと見れます、フェイカーのライズ初ですね。多分これ決勝まで残しておきたかったピックのような印象ありますよね。そうなっていると思いますね。さあここでセカンドバンフェーズ、オリアナからバンです。レボさん、これ非常に読み合い難しくなってますが、ミスフィッツの、まあ、イグナのピックスレッシュブリッツクランクというところがどうなるのかどうか、そしてここシェントナーをバンしますかね。どうしますかミスフィッツ、トップのピックというのがちょっと難しいですね。あとはチョガスを SKT はここまでずっとバンなどをして潰してましたが、スレッシュここチョガス取り上げるのではないでしょうかね。あ、なるほど、ということはサポートを最後まで残す、そういった選択の方が可能性としては高いと思います。ここでミスフィッツとしてはみんなバンしたいところですがバンできないとなると、まあ、サポートの
ピック、ラカン・バンですかね。悩んでいます。ギリギリまで時間を使ってラカンではなくタリックをバンしました。もうここチョガスのピックになる可能性が高いと思いますが、ただここまでずっとフニで仕掛けているところを見るとチョガスを嫌う可能性もありますよね。そうですね、こういったトランドルのような、ここサポートトランドルもありますしトップトランドルというところもありますね。ああなるほど、フレックスと、まあ、ただチョガスをミスピッツがピックする可能性非常に高いですから、トランドルとプレーに当てるという可能性の方が高いと思いますね。さあ取られても問題ないよと SKT は見せましたが、ミスピッツどうする。さあゲーム3では駒を上回ったドラフトを見せたとソーレボルさんは話していましたが、ここでも上回れるか。ミッドエズリアルですか。いや違いますね、やはり、まあ、チョガス、そしてここでカルマがミッドなのかサポートなのかです。やはりサポートブリッツクランクの可能性の方が高いと思いますけどね。さあブリッツ行くのか。ただトリスターナにはグラブ決めてもロケットジャンプというディスエンゲージ要素は持ってはいますが、それでも行くか。アリスターですか。シビアとの相性は非常にいいですね。カルマとの相性もいいですね。さらにはこれラカン取られても問題ない。そしてアーデンツセンサーのところはカルマがカバーできます。なるほど。さあこれでアーデントセンサーは SKT はない状況のピックになりますよ。ブラウムであればサポートトランドルで眼界の名役アーデントセンサーぐらいしか可能性はもうなかったですね。ただチョガスに当てたいですよね。当てたいですね。もちろんなという選択もあったと思いますが、ただレボルさんこれ、まあ、構成の話をいろいろ聞く前に正直レボルさんの視点から見てでいいです、ドラフトどっちが上回ったんですか。いやミスピッツの方が、まあ、上回ったかどうかは分かりませんが、ドラフトの主導権は常に取ってますよね。取っている、はい、主導権は取っていると思います。その理由は何なんでしょう。やはりこのサポートのピックブリッツクランクなのか何なのかというところのプレッシャー、常に手札を相手に見せ続けて全く意識してないところから出してくるという流れ、ゲーム2が続いていますよね。このアリスターというピックちょっと予測できませんでしたから、ここのトリスターナを取り上げたこともあって、まあ、ブリッツクランクピックされても大丈夫というような準備を SKT はしていたのですが、アリスターにそれ崩されてしまいましたからね。しかしまあ SKT としても十分対応できるピックになっているのは間違いないですね。なるほど。さあチーム構成このようになっております。さあ注目の点はどこになるでしょうかね。まあ、やはり何といってもフェイカーのライズですよね。まあ、フェイカー専用機と呼ばれていた中でメタになってから度重なるナイフを受けた一つきっかけにもなってますし、まあ彼が今のライズを使うとどういうパフォーマンスを出せるのかどうか、そして1戦目のようにサイドレーンに対して早い段階でプレッシャーかけられるかどうかというところもポイントになると思いますね。さあ始まりましたワールズ2017クォーターファイナルデイ2ゲーム4、SK テレコム T1 vs 三菱ゲーミングの試合スタートです。さあスタート、重要なスタートですが、久々に見ます、久々にこのアイテムのスタートを見ます。コインもありません、エッジもありません。タンクサポート2人がレリックを持っています。AD キャリーのスケール、そして射程という点ではトリスターナの方が上回っていますが、一方でミスピッツはミッドレーンのカルマがアーデンツセンサーを持てます。ここどちらの方が重要なのかというところがちょっと気になるポイントになりますね。通常今の、まあ、メタを考えると SKT の方がトリスターナを持ってしても集団戦勝つのは難しいのではないかという印象がありますが、射程の長さでそこをカバーできるのかどうかというところがポイントになりますね。シビアのアルティメット、そして集団戦の形に対してフニのトランドの、まあ、ピラーというところもカウンターになりますから、 SKT の方が集団戦の陣形という点では若干有利なようにも見えますね。さらにはどうでしょう、ここまでのゲームを全て見てですね、 SKT は徹底的にフニのスプリットができるようなドラフトを組み上げる傾向がちょっと見えてきましたよね。まあ、ここでもトップレーン有利なマッチアップ作っていますから、そしてトランドル VS チョガスというマッチアップ、トランドルが圧倒的に有利なマッチアップになっています。
特に中盤以降のスケールという点でも勝ってますからね。ここをフニとしては1対1勝たなければならない、そういったマッチアップなんですね。ちなみにポリスターナとかって AD キャリーでのスケール、例えばオートアタックのレンジが伸びる点だとか E のスキルの攻撃力のレシオという点に関してスケール非常に強いなという印象は分かるんですけど、渋谷ってオートアタックレンジも短くてマナ持ちも悪い中でたびたびシーンに出てくるじゃないですか。結局何が強いんですか。やはり W の反射ダメージですね。普通、敵のバックラインに対してダメージを与えていくには、AD キャリーはオートアタックをその対象に打たなければならないんですが、渋谷の場合だと W フロントライン W をアクティブすればオートアタックをフロントライン当てても反射ダメージがバックライン届きますからね。それが一番強いと、はい、フェイカーのフラッシュインからのスネア、パワーオブイービルがフラッシュで対応しましたが、ファーストブラッドフェイカー、これがブランクとフェイカーのライン、これですよね。これですね。トップサイドからのレベル2ガンクというのは予測していたと思いますが、レッド、ブルーという勝ってからレベル2ガンクというのは予測できていませんでしたね。ただマックスローの今の駆け引きうまかったですね。使わせてからですね、うまかったですね。スキルを使わせてからスカトルのコントロールなのでブランクは下がるしかありませんでした。そしてラプタイ入りに行きます。ノックアップからレベル3には慣れましたが、いいダメージ、ただここスマイトで回復してさらにはラプターを抑えることに成功です。体力のアドバンテージ取れてますから、クルグへのカウンタージャングル続けられますね。そこを警戒するためにフニがワードでカバー入っています。ただしトップレーンプッシュウェーブ作っていますから、ちょっとここクルグ入っていけないですね。先ほどのリプレイです。ここはやはりレッドを勝ってそしてブルーを勝ってレベル2でボットサイド側からジャングルそしてガンク入っていくという、このブランクの動きが素晴らしかったですね。おクルーグ取られるのちょっと嫌いましたね。フェイカーこれミッドレーンかなり離れましたよ。ファーストブラッド取っているというところでゴールド面では問題はないという判断でしょうが、ちょっとかなりブランクにプレッシャーかけられるというところを嫌ってますね。ミッドレーンにガンクに来るから俺のためにと、そういうプレッシャーのかけ方ですかね。ジャングラー守るための動きでした。それに対してブランクは応えていかなければなりませんから、もう一度ミッドレーンのガンクですね。フラッシュないですからね。同じルートを取っていますが、ただフェイカーもフラッシュがないのは同じです。ラプター上がるタイミングでボットサイド入っていってディープワード置いてます。やはりここボットガンクミッドからボットにかけてのプレッシャーですね。もうなんか SKT がこのワードしてると、あ、いつもの SKT だってこう感じてしまうんですけど。そうですね。マックスローは今ブルーバフを買っていますね。ちょっとやはり回り方特殊でしたね。これ何か意味が意図があるんですかね。やはり先ほどのところで、ブランクが姿見えました。クルグトップサイドのスカトル取らせたくなかった、そして体力のアドバンテージが取れるというところを踏んでトップサイドにプレッシャーかけましたから、ブルーバフを買うタイミングがなかったというような動きでしたね。なるほど。ただここブランク読んでますよ。フェイカーはどうする。スキル使ったのを確認していると思います。ラプターをただ抑えてフラッシュアウトです。フェイカーが合わせるタイミングを作っていました。小さいラプターはいくつかスティール成功しています。ただこれでフラッシュダウン。マックスがジャングラーの 1v1 の駆け引きという点も非常に熱いですか。大きいですね。しかしこの時間帯ジャーバンの方が有利なだけに、ここでブランクとしてはアドバンテージ作り切っておきたいですね。死んだハルクがセジャンにマックスラーが完成されてしまうと、スケールという点でセジャンの方が 上ですから、プレッシャーかけられなくなっていきますからね。さあただそれでもコントロールワードを消してミッドのプレッシャーを確実に下げています。ここから、イグナも今回イグナイトを持っていますから、彼の動きというところが鍵になっているのは間違いないですが、やはりトリスターナーというところ、そしてブラウムという相手もあって、ちょっと仕掛けづらそうにしてますよね。となるとボットレーンではなくてミッドレーンと仕掛けていくという流れが予想できている中で、 SKT がボットサイドの視界のコントロールを取っているということを考えると、イグナーの動くスペースというところがどんどん狭くなっていってますね。そうなると SKT の、テンポになると。そうなりますね。おっとトップガンクありますよ。
サイレンスからノックアップ綺麗に決めて、ただレベル6にはなっています。アルティメットで非常に硬くはなれますが、捕食もあるフラッシュインピラーできっちり合わせてます。ブランクは間に合いますか。さあブランクここでノックアップ2人に決めれるか。いやマックスラーはうまくステップで避けています。そしてブランクもフラッシュアウト、時間は稼ぎましたが、ここにどっちがミッドレーン先に寄るんだ、フェイカーかそれともバーブイビルか。フェイカーの方が寄りが早い。そしてポータルを味方のフニのために用意している。間に合わなかった、バーブイビルレーンをプッシュしていました。いや今のパオビビルより痛かったですね。ボットサイド側に体寄せてましたからね。そうなんですよね。トリスターナがバーストダメージ出す、そういったスキルパターンに対して、まあ、シビアのスペルシールドというところがうまく機能していますから、ボットでのコントロールビツビツ2対のところで渡していないというのは大きいですが、2対のところではなくて、まあ、キルもしくはミッドレーンのカバーというところも入りたいですか。イグナがここから動けるかどうかですね。挟みました。さあ挟んではいますが、マックスロはきっちりこれは氷結状態にはなります。ただブランクのカバーもある。ただそこに今度はパワーオブイービル寄っているが、フラッシュを残していました。ウルフ素晴らしい。かなりミスフィッツがアグレッシブに動いていますが、SKT が流れ渡さないですね。そして重要なミッドレーナーのフラッシュが、パワーオブイビルのフラッシュがダウンしています。ここからマックスローがレベル6になり、アルティメットが手に入るというタイミングでもう一度プレッシャーかけていくと思います。そこでブランクを抑え込む、もしくはフェイカーのフラッシュを落としておくという流れを作っておかないと、ミッドレーンのコントロール取り返されてしまう可能性非常に高いですね。お、ちょっと面白いですね。あとサポートの選択、イグナーはモビリティブーツ、それに対してウルフはサイトストーンですよ。やはりイグナーとしてはローム、ボットレーンを押してからのロームというところをちょっとプレッシャーとして生かしていきたいと。一方でウルフとしてはボットレーンを支えて、そしてワーディングによってこのイグナーの動きというのをチーム全体に知らせるというところのビルドのセットアップです。もう動いてますよ。動いてますね。レベル6だいぶもできるようなレベルですが、フニはかなり下がりました。アルファリちょっと仕掛けるタイミングが合わなかったか。いや、これフェイカーがトップレーンへと体を寄せているというところを把握して仕掛けるの我慢しましたね。なるほど。そしてそれでフニは気づいたようです。ワード置きましたが、とイグナー素晴らしい。まだ映っていない。ここでようやく映りましたが、いやーなんというプレッシャーだイグナー。そしてここにハン様気づけばいました。ミッドレーンへ当然フラッシュがないバーブイービルを狙いますが、カウンター、ただこれは決まってはいない。スタンは決まってはいない。そしてバーブイービル、なんとマントラとダブルでサステンを利用して生き延びました。デッドしていません。その間にファーストタワー獲得、ミスティッツゲーミング折り返して、 SKT はボットのタワー獲得になりそうです。いや、これイグナミドレーン寄ってますよ。寄っている。さらにはスタンが入る。クレンズフラッシュはまだ残っています。フェイカーポータル、ポータルアウトはできました。ゲームの展開としてはミスピッツが、まあ、序盤からプレッシャーをかけてゲームのテンポを握っていますが、 SKT としてもプレッシャーを返すことでなんとか渡しきらないようにしています。しかしそんな中でも先にオブジェクトを取っていっていますから、ミスピッツの方がゲームのテンポはリードを作れてますね。ただインファーナルドレイクはこれで SKT が獲得になりそうですが、これはやはり大きいと思います。なんといってもバン、今回リードゲームキャリートリスターナ使っていますから、序盤はそこまで大きなアドバンテージにはなりませんが、レッドゲームになればなるほど効いてくる、そういったドラゴンのバフですからね。さあインファーナルドレイク獲得は SKT、 そしてネクストもインファーナルドレイクです。インファーナルドレイクが連鎖するとキャリー陣は嬉しがるんですけど、タンクやサポート陣はみんなやめてくれって思うんですよね。なんで俺がこんなにダメージをもらわなくてはいけないんだと、クラウドドレイクにしてくれって毎回思うんですよ。もしくはオーシャン、特にトップレーナーにとってはそうでしょうね。まあジャングラーもそうですか。オーシャンが一番ありがたいです。連戦のサステインめちゃくちゃ強力ですからね、オーシャンドレイク。そうなんですね。さあリフトヘラルドです。まあこれがテンポ取った理由の一つですよね。そうなりますね。ここから、まあ、ミッドのファーストタワーへとつなげていくという展開が理想だと思いますね。ただどうでしょう、ここまで見てですね、確かにテンポ握れているのは
ミスピッツゲーミング、ただミッドもそしてボットもラストヒット面では SKT がまあ勝っているわけで、そんな中でですねちょっとフニがかなり苦しんでいる印象があるんですよね。アルファリが有利を築いています。イグナにプレッシャーを受けてしまうという先ほどのシーンもありますし、レベル1のところから常に抑え込まれてましたよね、まあ、やはりまだトランドルの一つパワースパイクとしてレベル6、そしてラバナスハイドラの完成というところ、この2点が挙げられますから、そこのタイミングになってからということですかね。そうなりますね。そしてここトップレーンだいぶのセットアップができるような SKT 状況にしましたね、マックスローはトップサイドではなくボートサイドに体を寄せていますから、この動きに対してミスピッツ反応できませんね。いやギリギリ映りませんでした。これはラッキーと言っていいでしょう。しかし SKT もトップレーンプッシュウェーブできてないですね。そうなんですよね。ただそうですね、イーグナはだからこのタイミングが来ないだろうと思ってあそこでちょっとリコールモーションしてたんですがというような状況です。さあフェイカー VS パワーウィービル、ただこれはベイトのような動きでしたがワードに移りました。そしてここでマックスラーがトップサイドに体を出すということになるとですね、トップのダイブのセットアップできないですね。マナを回復するためだけにタワーのダメージをヨードルの爆弾をまあもらいに行きましたが、 SKT トップサイドにプレッシャーかけるのをちょっとやめましたね。仕掛けました、ダブルテレポートです。さあテレポート、ダブルテレポート、バンを狙いに行く、逃げ道は塞いでいる。いやーこれバンは逃げれないでしょう。5人に囲まれてはさすがに無理だよと。そしてハン様のキルとなります。テレポート使ったのに悲しみのノーアシスト。カウンターでミッドに対して、プレッシャーをかけていってミスピッツをトップサイドのプレッシャーから剥がすしかないですね。しかしミスピッツそのプレッシャーに対して冷静に対処することによってオブジェクトへのプレッシャーを緩めないですね。ここハン様がミッドのカバーいかなかった判断素晴らしいですね。これちょっとオブジェクトコントロール面でもミスピッツゲーミングは SKT 上回っていると、上回っていると思いますね。ここバン、これだけ囲まれているという情報ありながらフラッシュを使ってしまったのがちょっともったいないですね。ああもう温存するべきだ、はい、多分狙いとしては相手にフラッシュ使わせるためにフラッシュを使ったのだと思いますが、投資したのであれば W の、まあ、ブリンクとさらにアルティメットによるノックバックがありますから、フラッシュがなくても次の展開でかわせるという判断だったのだと思いますが、結局三井通誰もフラッシュ使わずに対応できてましたからね。フラッシュを使わせるためだけにフラッシュを使ってデッドするということは次につながると。そうなりますね。しかしこれつながりませんでしたから、トップサイドのウェーブのコントロールフラッシュがないというところもありますから、先にミニを触るというのができないとなると渋谷のウェーブクリアで三井の方が先にトップサイドからミッドへというような形作れますね。ここを崩すには SKT はトップサイドで戦闘を起こす以外ありません。フニがテレポートを持っていますから、このテレポートのアドバンテージを生かしてトップサイドでアクションを仕掛けていくというところが理想ですね。そしてそれを狙った SKT の動きなんですが、今のプレッシャーなんかまさにそうですよね。ブランクロー先に三井の方が動けてますね。そしてここでリフトヘラルドを取っていたというのが効きそうです。ミッドのアウタータワー大きく削れて獲得になるでしょう。そしてハン様はなんといきません。ただそのルートを読んでますがブラストコーン、そしてタワー下にはただルートカットしていますがイグナーがカバーに入ります。反転するんじゃないか、反転するんじゃないか、反転するんじゃないか。さあどっちを狙うんだ、どっちを狙うんだ、バンダ、もちろんバンダ。ただバックラインにさあテレポートが来た。戦機の号令から逃げに入ります。今度はミスイッツ、イグナーがこれはおとりとなって1キル獲得は SKT です。きっちりバンに渡すでしょうが、そうですね、アクションとしてはこれで SKT はテレポートのアドバンテージを生かしてトップのファースターが取れます。バンに対してゴールドを集めるというのもできてますね。一方でミスピッツとしては1キルとワンターンを渡してしまいましたが、ボットのファーストタワーがアルファリで取れるかどうかですね。あとはミッドレーンで仕掛けていた先ほどのちらっと映ったシーンですけど、どうやらペイカーのクレンズが落ちたようです。フラッシュまで落とさせたかったところですね。ただこれ2本につながると大きいのでは。大きいですね。オブジェクトのトレードで完全に SKT が上回りましたね。アルファリはボットのタワーを殴らずにリコールです。ここがフェイカーのカバーが入っています。おっと、そしてリコールを妨害する動き、もちろん狙うのはバン、バン、いやーピラー、ピラーによってブリンクできなかった。マックスはたまらずフラッシュで追撃。イグナーね、きっちりとしたコンボでノックアップから渡します。最後はパワーオブイビルのキル。これもバン狙い
徹底してませんか。徹底してますね。この時間これだけバンが倒されるというのも珍しいほどに仕掛けてますね。これによってミスフィッツはインファナルドレック取れますね。SKT としてはトップサイドカバー入ってくるミスフィッツに対して、まあ、ちょっとカウンターを狙っているようなブランクの立ち位置でしたが、すでにフェイカーがボットサイドに体を出してましたからね。フニのピラーも素晴らしかったんですがというようなシーンでした。ただそのキルのためにフラッシュを2つ使用しています。そしてインファーナルドレイク獲得はミスフィッツゲーミング、どうやらアルファリがアルティメットで捕食で食べたようです。トップレーンフェイカー狙っています。ポータルから戦機の号令、スネアは届きません。テレポートで対応しています。これはパワーオブイービルのどうやらテレポート、それを見てすぐさま下がります。まずはプレッシャーかけることによって相手の重要なスキルアルティメットを使わせるというようなフェイカーの動きでしたね。シビアのやはりアルティメット重要ですか。重要ですね。やはりチョガスというところ、アリスタというところ、エンゲージのツールとして距離が短かったりしますから、そこ相手と距離詰めるというところでシビアのアルティメットかなり強力ですからね。ただエッセンスリーバー購入してますからクールダウンは非常に短いですよ。まだクリティカル溜まりきっていませんからクールダウン 10% ですが、ミッドレインやフラッシュダウン、この試合はフラッシュが軽いようですね。軽いですね。ただフニに求められているプレーというのはこういったプレーですね。ボットレーンでレーンのコントロールを取って、そしてミッドレーンへと寄ってこういったガンクのプレッシャーをかけることでミッドレーンのコントロールを取り返していくという動きですね。ただアーデントセンサーができました。ここからはアーデントセンサーがありません。 SKT さらにはシビアのアルティメットがなくてもカルマの MS バフがありますからね。なんて言うんでしょう、シーズン6の後半もしくは7の頭あたりに流行ったメタですよね。そうなりますね。それでも戦えるんだということをミスフィッツは我々に見せてくれています。ただしかし、まあ、オブジェクトのコントロールというところイーブンですし、グローバルゴールドでは若干ですが SKT が上回っています。ここまでのところでミスフィッツとしてはやはりこうイグナーがのアクションというところが、まあ、今までの2試合と比べるとちょっと少ないですよね。確かに少ないですね。それは何なんでしょうか。チャンピオンのスキルのレンジなんでしょうかね。そうなると思いますね。さらにはこうやはりハン様がトリスタナからシビアに変わったことによってアグレッシブな動きというのは非常に行いづらくなってますね。ミッドレーンだいぶのセットアップしました。 SKT カウンターでミスフィッツは仕掛けていくと思います。さあどうする、ここからが重要です。ただしピラーイグナーが1人捕まえている。タワー先に取ったのは SKT です。ウルフ、スネアが入っています。シールド、そしてなんとハン様が寄ろうとしていたのをフェイカーが完全にゾーニング。さあこれでは、ま、ミッドレーンの集団戦に参加はできません。ブランクの体力は非常に低かったですが、ウルフの氷河の烈行によってディスエンゲージを成功しているようです。 SKT ノーデッドからミッドのアウタータワー獲得です。カウンターでミッドのセカンドターンに狙っていくと、それに対してフニがテレポートでカバーですか。おーっとイグナーが面白い位置だ。このイグナーの位置をつかめているか SKT。 真正面にいないことは分かっているんですが捕まった。ウルフ CC で何も動けませんでした。さあ残っているのはバンのみです。これでミッドのインナータワー獲得はミスフィッツゲーミング。オブジェクトのトレードというところでミッドのファーストとミッドのセカンドターンの交換になりましたね。さらには1キルミスフィッツが取っている点から見てもミスフィッツが有利にことを運んだと言っていいでしょうか。そう言えると思いますね。ただ SKT としてはミッドのアウタータワーゼガヒルも欲しかったオブジェクトですからね。そうなりますね。これによってフニーがサイドレーンプッシュする余裕というのが生まれますからね。1-3-1の形を行う上でミッドのファーストあるなしは相当大きな差になっていきます。もうバロン周辺です。ポジションを取っているのはミスフィッツゲーミング。フニがサイドレーンを押せるか。今はウルフを買っています。先ほどまでの試合の中でバロン周りでのアクションは非常にミスフィッツ優れていましたが、この試合を行えるかどうかですね。やはりブリッツクランクがいませんし、レオナのようなロングレンジのエンゲージもありません。やはりどうしても真正面から襲いかかっていく、そういったプレッシャーのかけ方になっていきます。それに対して SKT は先ほどからウルフのブラウムであったりエヴァンのドリサナというところでカバーできてますからね。さあ仕掛ける隙がちょっとない。
そう言えるでしょうか。アルファリワーモグが完成しました。アルファリがボットサイド、いや、マックスラーがボットサイドのクルークかっていうという情報を SKT 得てますね。これはフニのワードによって映っています。ただバロンは触りません。トラップ、そこにイグナーが入りましたが大丈夫そうです。さあレボルさん、これワーモグがおっと完成すればスプリットプッシュも対応できるんですかね。対応できると思いますね。ちょっとまだフニが、まあ、レーンの主導権を取るようなシーンというのは見れていません。グルフ捕まりました。スタンから逃げれるか。フェイカーがブリンクできる距離に行きましたがグレイシャルプリズム差し掛けました。氷河のレッコ、そこにアルファリ、サイレンス止まった、ポータル止まった。フェイカー逃げ道なし、ハーブイビルのキルとなりました。ピックアップ成功。ミス、いやーうまいですね。これちょっと今のマックスロアの動き SKT としてはちょっと想定が違ったようですね。僕もそういった動きするとは思いませんでしたから、クルーゴを勝ってリコールするかなとちょっと思ったんですが、クルーゴを勝ったらそのままボットレーンのガンク狙うような動きをしたことによって SKT としては想定外の数的な不利がボットサイドで生まれてしまったという状況で反応がうまくいきませんでしたね。ウルフからしてみればなんでここにいるんだということですね。そういった動きでしたね。さあそしてフーに囲い込んでいる。バロン触っているのはメスイッツゲーミング、そこに反転です。戦機の号令からちょっとイグナーが孤立していますが、いやーうまい、イグナー時間を作りました。フラッシュアウトです。まだアルティメット使用していません。温存できています。もう一度バロンに触るのはミスピッツゲーミング。 SKT は3人で対応しなくてはいけません。アルファリはまだアルティメット残っています。さあどうする、ブランクスティールを狙う動き、もうこれは狙う動きでしょう。バンどうするか、レッドバフは持っているイグナー、ここでようやくアルティメット発動、ゾーニングするように狙いました。そして決戦場からスティールを狙ったのはブランクですが、きっちりバロンを抑えましたミスティック。いやミスピッツEULCS 特に決勝戦でもバロン周りでアクションを起こそうとして G2 に対してプレッシャーかけたんですが全て失敗していたんです。ええ、いや成長しましたね。このやはりこのマックスラーのポジションですよ。いるはずがないんです、ウルフからすると。クルーグ勝ってたからということですよね。クルーグ勝ってリコールして装備整えるためのクルーグの、まあ、借り方だろうと予想していたはずが、そのままアルファリが囲い込むようにウルフを狙ってきたことによって SKT の狙いが崩れましたね。これよくウルフはああいった動きをするんです、はい、トップサイドでプレッシャーかけられている中で相手とは反対の位置にポジションを取る。ミスピッツとしてはセジアニがいない中で視界をトップサイドで取られてしまいましたから、取り返すためにバロン前に来るだろうと SKT は予想して、その時間のスペースを生かして次のドラゴンまでのワーディングというのを行うためにウルフはポジションをボットサイドに寄せたわけです。そこをミスピッツとしては把握した上で仕掛けましたかね。これ確かデータ上でも出てるんですよね。確かそうなんですよ、ジャングラーとサポートを離れる時間長いんですよね SKT。 そうなんですよね、実は、まあ、少し前であればジャングラーとサポートはいかに2人で動くかというのが重要だったにもかかわらず、今年のシーズン7の特にサマースプリットですか、それの国内リージョンのデータでは離れて動くというのがデータとしては SKT は出ています。ちょっとそれを分かっているかのような動きでしたね。動きでしたね、ちょっと今までにない動き方でしたから、あれはもうウルフとしてはピックアップされても仕方がないと、仕方がないと思います。完全に予想外の動きですかね。アルファリが素晴らしかったと思いますね。アルファリならマックスラですか、マックスラが素晴らしかったですね。さあそしてレボルさん、3000ゴールド、そしてバロンバフです。そしてメジャイですよ、バオイビル本当ですか。まだグローバルゴールドでは3000ゴールドしか離れていません。そして、まあ、ここまでのところ16分過ぎてからバンのファームといったところは行えています。フラッシュも落ちていません。ここから真正面からプレッシャーをかけて今まで崩していましたが、この試合で崩せるかどうかですね。さあ勝負どころです。タワーへのプレッシャー、タワーを取りに行く、その動きをするでしょうミスイッツ。それに対しての SKT 時間をどれだけ作れるか。このイグナーが厄介でしょう。こういった状況だとフニが強引にスプリットプッシュサイドレーンを押すことによってレーンのコントロールを取り返していくというところが SKT の一つファームを行うための空間を作り出す手段なんですが、
わざわざ9人に対してプレッシャーかけることでそのスペースを作らせないようにミスフィッツ動いてますね。ただフェイカーがボットレーンプッシュしていましたからワンレーンプッシュウェーブというのは SKT は作れてはいます。とハン様強気ですよ。相当レイシャルプリズム使わせましたね。バンはロケットジャンプで対応しました。さあ重要なスキルが一つなくなったので一度リコールします。インヒビタータワーは守りました SKT。 これメジャー4スタックですよね。おっとミッドレーンでエンゲージバスターショットノックアップが入ってはいます。さあアルファリサイレンスから、ただフェイカーは完全にフリーだぞ。さらにはグレイシャルプリズンがない。ハン様がようやくここで来て戦機のゴール。ただこれはウルフのスキルショットと思ったらこれは誰が捕まった。ブランクが捕まりました。ブランクが捕まりましたが EQ でこれは逃れることができませんでした。ミニオンウェーブがまだ来ないタイミングだったので SKT としても予想外だったようですね。予想外の行動をミスフィッツがずっと続けることによってこの SKT は苦しんでいます。定石破りのチーム、そう言っていいでしょう。そうですね。ノックアップから反転タワーダイブになっている。スリーマンノックアップ、バンはこれはうまく逃げましたがイグナーのエンゲージ。さあただしタワー下うまくこれは SKT 回答はできています。タワーダメージがそして痛い。ポータルで追撃ウェイカー、そしてハン様落としたのは SKT だ。さあここで一気に前に出る4キル獲得は SKT。 そのままエースが見えそうだがアルファリはギリギリデッドはしない。そしてフニの裏をついてぐるっと回りました。ただ見えた見えたがワーモグによって大量に体力が回復している。リコールをさせない判断なのはフニ。そこにウルフが来ます。これはキルにつながるでしょう。ただこれによって時間稼ぎましたからオブジェクトが一つも取れないですかね SKT。 ここでようやくエースです。やはりミニオンがいなかったのでタワーダメージというのがかなり痛かったですしタワー削れませんでしたね。そうですね。リプレイです。あとはアルファリの捕食のダメージというところで本来であればフニを落としきるはずが落としきれなかったというところも聞きましたね。あとはトランドルのアルティメットで思ってた以上にタワーダメージ痛かったですかね。そのようですね。あセジュアにもアルティメット打てなかった、もしくはクールダウンで上がったばかりだったですかね。そうですね。デッドしてから上がったようにも見えています。これでバンサッシュが完成しましたからやはり集団戦ここからもまた強くなってきますね。ボイドスタッフも完成しました。グローバルゴールドでもたったの400ゴールド300ゴールドの差です。さあレバロさん、もうどちらが有利というのが状況としてはなくなったとは思うんですが、まあ、ここからはやはり集団戦の強い方が勝つというような状況になってますよね。その際にやはり、まあ、バンのトリスターナそしてサッシュが完成しているという点は非常に大きいと思いますが、アーデントセンサーを持ったハン様シビアがどれだけダメージ出せるかというところも重要なポイントですね。現状この状態で集団戦を起こしたらどちらが勝つんでしょうか。フロントラインの削り合いではフニのトランドルのアルティメットがある分だけ SKT の方が有利だと思いますね。ただしバックラインに対するダメージという点ではミスフィッツも負けていません。ということは本当にキャリーの動き次第というかバン次第とそうなると思いますね。トラップからエンゲージした、いやバスターショット、そして捕まったのはフニ。ただもちろんアルティメットがあります。そしてバンがダメージ出せるか、氷河の烈行スリーマンノックアップ、ウルフが決めてシールド、徹底的にバンを守る、バンにダメージを出させる。さあ決戦場、さあまずはこれはフェイカーがダメージ出して1人倒した。そしてキャリのゾーニングにフェイカーは動いている。その間にバンはずっとダメージを出しています。 SKT 集団戦が美しい。2キル獲得は SKT。 ポータル追撃、パワーオブイービル逃げられない。さらにはジャンプで追撃していくのはバンだ。クールダウン、スキルがクールダウン、ただ上がれば倒せる。あと一発届くか、フラッシンからのフニのピラー、これで4キル獲得は SK テレコム T1。 バロンが狙います。アーデントセンサーがなくても勝てるんです。
やはりここで AD キャリーの射程の差というところが出てきましたし、トランドルのアルティメットの強さというところも相当大きくいましたね。フロントラインのところでもうフニがずっと耐えることができた、そしてなおかつフェイカーの立ち位置が素晴らしかったですね。集団戦でハンサマとパワービビルをずっとゾーニングすることによってフロントラインの溶かし合いというところでキャリーを参加させる時間というのをカットしたという形ですね。レンジの差がここで生きたと生きたと言えると思いますね。ここからまずはミスフィッツとしてはフにフォーカスしていきたかった。それに対してフェイカーが、まあ、トランドのピラーというところも相まってハン様が全くフに対してダメージ出せない。パワービビもスキル打ててないですからね。あと1個気になったんですけれども、ハン様のダブルの、反射のスキルありますよね。あれウルフのシールドによって消えますよね。消えますね。そして全部消してましたねウルフだから反射してないんですよ。全くキャリーの体力気づいてませんでしたからね。確かにそう考えるとですね、集団戦これ強いのは確かに SKT なのではとちょっと思えてきますね。ミスフィッツとしてはちょっと活筋を作るというのが非常に難しいですね。フニさえ倒すことができれば集団戦勝てるポテンシャルが出てきますが、倒すまでにかいくぐらなければならない関門というのがかなり多いですね。このフニさえ、さあフニがキープレイヤーになっている、フロントとしてこのフニが立っている限りキャリーには届かない、そういう状況だと。そう言えると思いますね。ただそのためにはアルティメットが強力なんです。トランドルはむしろセジュアニのパッシブが上がっている最中にアルティメットを打てばその数値すらも吸収します。さらにはアリスターのアルティメットのパーセントカットすらも吸収できます。アリスターのカウンターなんて呼ばれてますからねトランドルは。さあそして 1-4 のプレッシャーを生み出しているのは SKT。 いやートランドルが本当にメタに浮上しましたね。これはしましたね。今次の試合ミスティッツとしてはトランドルバーンするかもしれないですね。このまま SKT が勝てばですが、あもうその可能性は高いと、高いと思いますね。そしてボットレーン、インヒビタータワーを大きく削れています。ミスティッツとしてはどこかで仕掛けるしかないと思いますが、ただ殺傷を完成しているバンを狙うのは非常に難しいですが、狙うならフェイカーですかね。フェイカーですね。キャリー陣狙う方はフェイカーしかないと思いますね。クレンズ持ってはいますが、まだゾーニャは確かに作ってませんからね。というかこれ作る気がないですか。なさそうですね。これビルドとしてはデスキャップですか。そうなっていると思います。さあミッドレーンの攻防、フニを捕まえました。戦機の号令発動。ただこのフニが倒れない、フニが倒れない、うん倒れません。いやしかしやはりハン様の W の反射ダメージが入ると相当削れますね。ああ本当ですね。フェイカーの体力も大きく削れてます。というかですね、ハン様は早く回復低減のですねアイテムを買わなければいけないと思うんですけど。そうなんですよ、フニへのターゲットアイテムですね。カウンターアイテム買わなければならないですね。なぜ購入したいんですか。今ラストイスパーですよ。ああバンがこれイグナーに対してアルティメットを使わせました。まあラストイスパーでブランク フニのフロントラインの体力をあまあ貫通で削っていきたいという判断だと思いますが、そうですねやはりんただドミニクリガードにしましたか。本当ですか。回復低減いらない、これ一つもありませんよ。止まらない気がしますけどね。ボレロノミコンもありませんから。そしてこのエルダードラゴンのコントロール35秒、 AD キャリー陣の装備レベル差といったところが2レベル差になってます。バンが18、それに対してハン様レベル16、この差は大きいですか。パワービビルの16、一方フェイカーの18というところも大きいですね。ダメージの差、ステータスの差が大きく影響します。おっとただこのタイミングでリコールはバン、シミターを完成、これでフルビルド。ちょっとただこれでポジションが取れませんよ SKT。 それだけの余裕がある。ミスビツがこれでエルダドラゴンの前取れますね。やはりこのポジション取った方が有利かなという印象はありますけどね。そうですね、その方が有利だと思いますが。反転だ、
さあ仕掛けた戦機の号令からもう一度ノックアップ。ただフニが硬い、フニが高い、硬い。そして氷河の烈光から決戦場、いやーブランクがうまくツーマンノックアップ、フロントを先に溶かすのはこれは SKT になりそうだぞ。完全にバンがフリーだ、ポータルだ、逃げてもポータルでもちろん追撃。ただそれを待っていてフォーマンノックアップを決めていますが、それでもバンはそこに入っていませんでした。暴れるのはバン、その状況を作ったのは SKT。 クワドラキルを獲得はバン、そしてエース獲得 SK テレコム T1 です。先ほどの集団戦の中でウルフがイグゾースト温存していたというのも聞きましたね。ハン様が最後オートアタックで AOE ダメージ3体に対して与えられるポジション取れていたんですが、イグゾーストを当てられたことによってダメージが大幅にカットされていました。これミスイッツとしては集団戦引き込んだような戦い方でしたよね、うん、ポータルを。そうですね、あ、孤立させましたからね。いやただポリスターダを取り上げて、そしてトランドルを選択したこの結果が出ました SKT。 さあ2勝2敗でラストゲームへ向かいます。勝利したのは SK テレコム T1 となりました。ドラフトのところでやはりハン様の AD キャリーのピックというところが鍵になっているなという印象がやはりこの試合見て強く感じますよね。序盤のレーンフェーズでのバーストダメージもないですし、さらにはさまざまなアクションが試合中行われていく中でトリスターナのブリンク、そしてアルティメットのノックバック、そして射程の長さというところが相当大きな影響力を与えていると。そこをすぐさまカンパしてトリスターナ取り上げた SKT、 ドラフトの強さがあったと思いますね。ミスフィッツとしてはトリスターナ多分取られないだろうということでセジャニを、先に取り上げましたが、そのファーストピック、ここトリスタナだったらまた違ったのかなという印象もちょっとありますよね。次の試合 AD キャリーのピックがどうなるのかというところはちょっと注目していきたいですね。ただサイドの選択権は SKT が持っているんです。この4戦目取れなかったのがちょっと痛いですね。アリスターというピック、効果的なシーンはいくつかはありました。モビリティブーツを使って、そしてトップレーン、そしてミッドレーンと、さまざま動いていく中でアクションを仕掛けていきましたが、やはりレオナやブリッツクランクと比べるとちょっとやはりインパクトが薄かった。そしてブラウムのピックで SKT しっかりとカバーしてましたし、さらには捕まえるべき AD キャリーが今までのピックからトリスタナに変化したことによって非常に捕まえづらかったというところもありますから、ちょっとミスピッツとしてはブルーサイドでドラフトンより、主導権を握っていましたが、結果的に見ると中盤の以降のところでスケールアウトされてしまって苦しいというところ、コントロールをゲーム5レッドサイド側でどう取るかというところが重要ですね。ただどうですか、ファーストピックセジュアニをオープンしてれば SKT は間違いなくセジュアニを取るでしょうから、それを取らしてトリスターナと、もしくは SKT がバンですか、トリスターナバンという可能性もあると思いますね。なるほど、そのあたり非常にドラフトも楽しみではあります。あとやっぱり個人的にちょっと気になっているのはやはりウルフが、ブラウムを取って、あのブラウムがかなり集団戦で効いたんじゃないかなと。聞いてましたね、やはりもちろんアルティメットによるスローフィールドというのもありますし、シールドによるシビアの AOE ダメージをカットすると、そしてイグゾーストを選択したことによって最後の集団戦効いてましたし、真正面からミスイッツ飛び込んでいくという構成に対してのブラウムやはり強いですよね。トランドルのピラーもあってかなり前後が分断されているようなシーンも目立ちましたしね。ミスイッツからすると、ブラウムの選択をされてしまったことはやはり苦しかったですし、さらにやはり試合中申し上げましたがトランドルのアルティメットどうするのかですよね。いやドラフト難しい、難しいですねコーチ陣は今頭抱えている、完全に全員コマになってるかもしれませんね、あのコマワード壊された時みたいにこんな感じですか、ね、そうあ、やっていただいてありがとうございますはい、かわいいっていうね今状況になってると思いますんで、それでは一旦インターバルです。一度失礼いたします。